おはようございます。梅本寛でございます。本日はペット乗せ自転車を3年間使ったからわかる、こちらのバディライダーのいいところと、ここちょっとなっていう部分をお伝えしたいと思います。まずはじめに、こちらのバディライダーは自分が持っている自転車に取り付けることができるペット用のチャイルドシートというものになっております。で、こちらを取り付けられる自転車の基準なんですけれども、まずは愛犬の体重が 11.5kg 以下でしょうか。そしてシートポストの直径が 2.54cm から 3.18cm 以内でしょうか。まあ基本的にはこちら通常のシートポストであれば大体はつくと思います。そしてシートポストの高さを 4.5cm 以上上げて乗れるかどうか、そしてシートポストからハンドルの付け根までの長さが 48.5cm 以上あるかどうかというのが、こちらのバディライダーを取り付ける基準になっております。ということは、電動自転車でもロードバイクでもクロスバイクでもマウンテンバイクでも、はたまた、カゴ付きのママチャリでも、僕が使ってるようなねミニベロにだって使えちゃうというのが、こちらの画期的な商品でございます。我が家がペット乗せ自転車を3年間使い続けているっていうのには、やっぱりね、あの行動範囲が2駅分ぐらい広がるんですよね。それによってお散歩に行ける範囲が広がって、小梅さんのいい刺激になるっていう部分で、使うようになってます。で、これまでペット乗せ自転車のポッタというものを使っておりました。こちらが、今年の初めぐらいかなに、あの壊れてしまいまして、そこから、ペット乗せ自転車を使えないというような状況になってまして、何かいいアイテムないかなと思って探してたところ、見つけたのがこちらのバディライダーということで、まずね、ペット乗せ自転車のポッタが壊れてしまった理由として、まずはじめにね、傷んでったのが、ペット乗せ自転車のカゴに取り付ける用のキャリーのチャックがまずプチって壊れましたね。で、そのチャックも徐々にバカになっていき、続いてその乗せてるカゴ自体がぐらつくようになっていき、最終的にはブレーキが壊れてしまったというような感じになってます。で、もう一回同じものを購入してもよかったんですけど、販売がね中止になっちゃったので、じゃあどうしようと、また同じようなタイプのものを買おうかなと思って物色してた時に見つけたのが、このバディライダーというようなことになっております。それではバディライダーの良かった部分を6個にまとめてギュギュッとお伝えしていきます。その1、安定性が抜群です。通常のね、ペット乗せ自転車は前かごに犬を乗せるものがほとんどなんだけど、バディライダーはシートポストに取り付けるので、ハンドルを取られることがないんですよ。これまでのね、ペット乗せ自転車だと小梅さん約10キロほどあったので、やっぱりね、ちょっと身動きしただけでもハンドルを持っていかれるっていうようなことがあったんですけど、このバディライダーはシートポストに取り付けてるので、本当このハンドルを取られるっていう心配がないのは非常にいいです。その2、愛犬との距離が近い。ペットをね、自転車に乗せる際にやっぱり視認ができるっていうのは安心感が違います。前かごよりも近い位置にバディライダーはセッティングされるので、走行中は自分の腕の中に包み込んでるような感覚になります。しかも停車中はね、愛犬をクンクンできてしまうというオプション付きです。その3、お座りの姿勢をキープ。犬がね、座った体勢から立ち上がりづらい設計になっているので、飛び出し防止のシートベルトと合わせると愛犬の動きを程よくセーブしてくれます。このね、絶妙なカーブ具合が、愛犬が立ち上がろうと思うと腰の部分が当たるような形になるので、そこで立ち上がるのを防ぐことができるというような形になっております。そしてね、包み込んでるような感覚ってさっき言いましたけれども、立ち上がろうとする際に自分の体で愛犬をちょっと押さえつけることができるっていうんですかね、胸とお腹部分のところに愛犬がいるので、その体勢から立ち上がろうとしている場合には
プッと愛犬の方に荷重をかけてあげると愛犬が立ち上がるのを防ぐことができるというような形なので、ハンドルから手を外すことなく制御できるっていうような仕組みになっているので、非常にこれはいいです。その4、簡単に取り外しが可能。バディライダーを使わないときは留め具一つ外すだけでほぼノーマルの状態に戻せます。自転車についているのは5センチから10センチくらいの台座部分のみです。なのでね、普段は通勤用の自転車に、週末はペット乗せ自転車にというような使い方が1台でできてしまうという優れものです。その5、乗せ下ろしが簡単。ペット乗せ自転車だとハンドルロックかけてても自転車がぐらつきがちなんですよね。だけどバディライダーは自転車の中心部に乗せる感じなので、安定性が高く乗せ下ろしの動作がスムーズにできます。やっぱりね、ハンドル部分の前荷重の部分に愛犬を乗せようというような仕組みにペット乗せ自転車はなってるので、10キロほどある小梅さんを乗せる際にはやっぱりね、ちょっと不安定なんですよね。けどこのバディライダーの場合は自転車の中心部あたりに乗せるような感覚があるので、自転車はね、これまでのペット乗せ自転車よりもふらつかずに乗せることができているというような感覚があります。その6、掃除やメンテナンスが楽。これね、ちょっと材質は何かっていうのが表記がないので分かんないんですけれども、本体はね、汚れが拭き取りやすくて水洗いしても大丈夫そうな材質です。で、取り外すことももちろんできるので、裏側の掃除とかもすごく簡単にできます。さらに床にね、クッション性のあるシートがあるんですけど、それもすぐ外すことができるので拭き掃除をしやすいし、しかもそれを乾かしやすいというような形になってます。では逆にバディライダーのここがちょっとなっていう悪いところをお伝えします。その1、専用シートベルトの最大の首回りが約41センチだった。このね、座高の部分っていうんですかね、地面から首までの位置の高さの紐の長さは十分にまだまだ高さを伸ばすことができるんですけれども、首周りに関してはもう最大値まで広げても41センチだったので、フレンチブルドッグでね、結構体重がある子とか首周りがしっかりしてる子は結構厳しいかもしれないです。なのでこの部分はちょっと気をつけて、一度もしね、実物があるんだったら試着してみる方がいいかもしれません。その2、横の荷重に弱い。シートポストの設置部分がある程度の力を加えると回転しがちです。緩衝材的なね、ものを取り付けても見たんですけど、それでもまだ回ります。これはね、部品の形状の仕組み上仕方ないのかなっていうような感じになるんですけど、まあ普段の走行中に横にずれるようなことは全くありません。犬をね、乗せてない状況でハンドルを持たずにこのバディライダー部分を持って自転車を押すっていうようなことをしてると意外と回転しちゃってる。その3、犬には慣れてもらうコツが必要ということでね、我が家はこれまでペット乗せ自転車に乗せてたのでスムーズに乗ってくれました。けどこれがね、初自転車っていう場合には、最初はバディライダー部分に乗せるときにおやつを用意したりとかした方がいいかもしれません。座ってもらうのにちょっとコツが必要って感じですかね。なのでお座りの指示がちゃんとできるような関係性ができてないと、これに乗せるのはちょっと難しいのかなっていうような気がします。それと最初はやっぱりね、車通りのない平坦な道から乗り始めてください。そうじゃないと何かあった時にね、非常に危険なので、自転車の安全、自転車の走行の安全性が確保できる場所からこのバディライダーになれるっていう作業をまずはした方がいいと思います。その4、尻尾部分に荷重。小梅さんはね、今 9.4 キロなんですけれども、立ち上がりにくい形状になってるこの部分に
どうやらね、尻尾が当たってるんじゃないかなっていう気がしてます。厳密にはね、ちゃんと見ることができてないんですけど、多分当たってるんじゃないかな、干渉しちゃってるんじゃないかなっていう気がしてるので、ここにタオルなんかを巻いて今は乗せるようにしてます。なのでこのね、11.5kg の制限ギリギリな体重のこう大きさのこうの場合には、ここのその形状の部分と愛犬の座ってる状況を確認して、もし干渉してるような状況の場合には、何かクッション的な部分のものを差し込んであげると愛犬にとっては、居心地のいいスペースになれるのかなというような気がしています。その6、走行性能は自転車に依存。自転車自体の乗り心地、運転のしやすさっていうのは自分が持ってる自転車の性能が全てです。なのでね、愛犬と飼い主にとって最強の乗り心地を求めるのならば、電動自転車のマウンテンバイクタイプがおすすめです。やっぱりね、タイヤが太くてサスペンションがあるっていう部分は強いと思います。やっぱり地面の振動を受けない方が愛犬にとっては乗り心地がいいし、タイヤが太い方が、走行の安定性が高いしっていうことで、マウンテンバイクのような、スピードはそんなに出せないけれども安定性がある、悪路も走れるっていうような乗り心地のものが、もしもね、このバディライダーと一緒に自転車を購入しようと思うのならばいいのかなというふうに思います。そしておすすめできない自転車としては、今僕が乗ってるようなロードバイク寄りのミニベロだと思います。やっぱりね、タイヤが細くて小径車で、ロードバイクタイプっていうのは安定性能としてはちょっと厳しいかなっていうふうに思います。そしてこのロードバイクタイプのものっていうのは、ペット乗せ自転車としては厳しいのかなっていうふうな気がしてます。いいところ悪いところお伝えしていきましたけれども、僕としてはね、これは購入して本当に良かったなと思っております。そして今乗ってる自転車がこれには適さないということなので、現在新しい自転車を注文しております。なかなか納品されないんですけれども、その自転車が来た際には完全にね、最強のペット乗せ自転車になりますので、電動タイプではないですけれども、最強のペット乗せ自転車になると思っているので、その際にはね、また小梅さんと楽しく、サイクリングしている様子をお伝えできればなと思っております。ということで、やっぱりね、ペット乗せ自転車が、散歩の可能性とか楽しさってものを広げてくれると僕は思っています。これはね、やっぱ家を中心としたお散歩ルートだと飽きてくるんですよね。小梅さんの場合かもしれないんですけれども、で徐々に距離が伸びてって、行きはいいけど帰りは歩かないとか、お散歩の時間がどんどん伸びるとか、果てはお散歩に行かなくなるとかね、そんなね状況に陥らないためにも、いつもと違うお散歩ポイントにさっと出かけられる自転車があると便利です。しかもね、その自転車が自分が理想とするお気に入りのものだったり、または今持ってる自転車をそのまま使えるっていうことは、本当犬用のチャイルドシートのバディライダーは感動を覚えるほど本当素晴らしいアイテムでした。そしてね、愛犬小梅さんにとってもこの移動は程よい刺激と体力温存になってるみたいでね、3回くらいバディライダーでお散歩ポイントまで行くようになったら、お出かけするときにはすんなり乗るようになったし、帰りなんてね、ちょっと駆け足で自転車まで行って、自転車の足元付近で乗せてくれるんでしょっていうような顔をするので、快適でね、居心地のいい乗り物だと認識してるみたいです。ということでね、これからの季節においては自転車で移動するのはどうなのって思うかもしれませんけれども、ほら、小梅さん来たの、おい小梅さん、これ便利だね、これ見て今日もどっか行くということで、寒い時期になるとね、ほんと
お散歩行きたがらなくなると思うんですけれども、こういったねペトロゼ自転車に乗せて、お散歩ポイントまでお散歩できる広い公園とかまでねささっと行っちゃえば、コンクリートの冷たい地面を歩かせることなく公園のね草地を歩かせてあげることができるというような状況にもなるので、持っておくと結構いいアイテムかなと思います。ただお値段は2万円ちょっとするのでね、そこは、ご家計と相談の上で決めてみるといいかもしれません。ではまた。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録まだの人はどっち、いいか、次どっち見る、こっち、それともこっち、両方見てくれるの、ありがとう。またねー。